可愛らしい笑い声でガチ恋にさせてやるべこだ。ガチ恋ってやっぱ嬉しいの。いや、好意を抱かれることは嬉しいべこだよ。嬉しいけど、その愛とか恋が憎悪に変わったら嫌だよね。あまりにも愛しすぎて、ペコちゃん、どうして他のやつのコメントを読むんだよ。どうして僕のコメントは読まないんだよ。無視してるの。ねえ、僕だけちょっと無視してるんじゃないみたいな言っちゃったな。ちょっと嫌だけど。そう、勝手にがっかりはしないでほしい。ペコラは別になんか誰かをさ、なんか特別扱いとかする気は全くないし、みんな等しく同じだし、子さんも最近してくれた人もみんな同じくノウサギ大好きだから、もうそこまでなっちゃうぐらいだったらもう恋しないでほしいペコだけど、可愛いなペコちゃんぐらいだったら全然嬉しいな。